ペースランナウェイ。型のデザインが最高にかっこいいと思う期待を上げてけ、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ロボデザインにおける型ってシルエットの印象を決める大事なポイントだと思うのよ。まあマニアックな意見ではあるが同意。ならお前らが最高だと思う型のデザインの期待って何がある？型が大きいのはかっこいい。ロボの型アーマーをやたらとでかくした先駆者が長野守だった気がする。長野守はそれまでの反動なのかゴティックメイドで型ちっちゃくなったな。俺、タイタスのでっかい球体のような肩関節が好きなのよ。でっかい球体のような肩のロボってよくない？エイジワンタイタスはマジで好きだった。ゲージングビルドのおもちゃはど肩にできるからポージングが楽しかった。タイタス、おもちゃ、頭が、あれは一種の祭りだったな。ムチッとした肩いいよね。ジャイアントロボはぶっといミサイル出てくるところも好き。ルイジというには厳しいかもだけど、シンゲッター1の卵型。まあこれはシンゲッターが好きってだけかもしれんが。肩の付け根ってグリグリ動かすんだから丸い方が合理的だと思うけど、ここが丸いロボって意外と少数派だよな。丸いやつで言えばバルバトスルプスの肩好き。肩に紋章っていいよね。なんでレクスになったら消えてしまったのか。でもレクスだって肩周りを守りつつ動かしやすくシンプルになってていいじゃない。シリンダーが好きな俺、鉄血系のモビルスーツも好きだが、こいつのシリンダーで肩が前後に動く構造も良き。なおアニメは言うな。おいおい、丸肩でスコタコ出てないとかマジか。こいつの肩は赤く塗らねえのかい。貴様塗りたいのか。ターン A の肩アーマーの分割は目から鱗だった。なんというか機能的だよね。いかにも工業デザイナーのシドミードらしいというか。ガンダム系だと昔からよく言われるツッコミだが、リゲルグ君、肩を動かすたびにバーニアの向きが変わっちゃうんじゃないという疑問がある。肩の中のバーニアがある程度稼働することを考慮しても大きく変化させるのには厳しいな。でも肩に大型バーニアって好き。いろいろと利便性については考えちゃうけど、肩にスラスターついてるのって嫌いになれないよな。初めて肩にバーニアがついた画期的ロボのバイハム。ちなみにナイチンゲールのでかいスラスタープラも買うまででかい肩だと思ってた。キュベレイの肩のバインダーは多分ほとんどの人が羽と認識してそうだよね。劇中でも受動がそう言ってたと思うし。でもあるジャジャみたいにハッタリの効いたデザイン嫌いじゃない。モビルスーツだと百式の肩が結構好き。地味だけどロボに漢字が書かれているというのは当時はすごく斬新だった。ガンダム系だとマーク2の肩が派手すぎずシンプルすぎず、正直こういうのでいいんだよ。鉄血のオルフェンズに登場したグレイズかい。スライドしてバズーカを持たせられるのが機能的でよき。鉄血なら百里みたいにやたら巨大なものがついてるのいいよね。これでもプラモで意外と肩周りが動いたから感動した。フルクロスの肩アーマーというか肩マントが好き。ハッタリが効いたドクロデザインが実はアイフィールド発生装置。しかも作中じゃ決め手にまでなる好待遇よ。ロボだけに何かしらギミックあるのがいいよな。ガルムレイドもロケットパンチのようにかぶりつく演出よかった。ガンダム周りの肩だとダブルオーが印象的。最初に見たこのイラストがこの魂的肩構造が凝ってていい。肩についてると見せて実は背中から生えてる GN ドライブ。肩を重くするより合理的よね。確かデザイナーの海老川兼武さんが目立つ背負い物は作りたくないみたいな要望でそうなった記憶。まあその後様々拡張されて最終的にダブルオーザンライザー、セブンソードプラス GN ソード2ブラスターまでになったのは逆に面白かったが、シンプルにザクの左右、共に良き、どっちも役に立つのか、と思うが良き。そのシンプルさを継承しているギラ動画とかも最高ね。アルカナサイレンスフェードを知ればスパイクといえど程度があるんだと実感する。トールギス、天部の後にブースターついてる方が無茶感あって好き。わかる。RG だか MG のトールギスだと思うけど、接続アームが脇の下から伸びていて、これじゃねえ、って思った。このダガーン、単体での最高とかではなくグッスマのザガッタイってガンブアレンジありきだけど、最近買ったこれの肩変形は目から鱗だった。手のひら以下の大きさなのにしっかりかっこいい肩が出来上がっている。勇者系の変形合体ってアニメの嘘で成り立っているところが多分にあるから、実際の立体物で両立していると感動するよな。エヴァンゲリオンの型を初めて見た時の衝撃たるや、未だにこの型のデザインはオシャレで配線しすぎる。
真ん中から割れて武器が出てくるギミックも好き。プログナイフが標準だと思うけど、急激版で2号機の肩からニードルが飛び出すやつの方が記憶に残っている。量産機の頭に刺さっていたそうだったのが印象的で。シンで出てきたゲテモノエヴァを見ると肩のこれがエヴァの記号みたいになってて笑った。肩が武器凝っているとゼクアインかゼクツバイが思いつくけど、ツバイに至っては加減しろバカってかんな。B ボックから怒られそうなギリギリを攻めたデザインだとずっと思っているオラタンテムジン。バーチャロンだと武器への変形込みでオラタンライデンの肩、当時ことぶき屋からプラモが出て喜んで買ったけど、まあいろいろと大変なキットだった思い出も込みで、この頃武器屋や他社のキャラモデルキットを触るとバンダイのありがたみを痛感したよな。肩っていうか鎧デザインになるかもだけど、 BB 戦士の烈光ガンダムが好き。もちろん絶烈光の鎧装備、ライオコンボイのデザインが秀逸だと思う。右肩が頭部、左側がお尻って、文字にするとあれだけど超かっこいい。左右非対称はいい。ラムネのカイゼルファイヤーとかは割とレアな肩回りしてる。同じようなレア枠になるのかは判断任せるけど、俺はこのビッグ王の肩が超シンプルで好き。主役ロゴはとにかく肩アーマーを怒らせてかっこよくしようという傾向があるので、こういう怒り型じゃない主役ロゴは貴重。その少し後に放送されたトライゼノンも結構あっさり目の肩だったので、何か強化合体あると思ってた。ガーランドを上げようと確認してみたらもっとタイヤのイメージだったが、思ったより普通の肩だった。オーガスワイで見ると肩の付け根構造がどうなってるのか割と謎なんだが、玩具ではアレンジされてて肩も普通によく動く。アシュラテンプル、長体を表す肩。こっちはファイブスターストーリーズの方だけど、ヘビーメタルの方も好き。肩だけに武装肩、王者。言うほど肩か。先端のレーザー砲以外はほとんどサーベルラックとしての機能くらいかと。まあ、両肩部がラウンドバインダーとして機能しつつ、左右に各1門ずつバインダー内蔵パワーランチャー、あとバインダー内に左右各30本以上のバインダー内スローランサー、そしてセイバー&ランサー程度ですね。ごめん、ミッチリアは。アーマードバルキリーみたいな開くギミックと満載のミサイルくらいがいい。バルキリーで言えば肩、と言っていいかはわからんけど、ファイヤーバルキリーってサウンドブースター込みの肩周りがめっちゃかっこよくないと思う。マクロス7はメカデザより他の話題の方が上がりがちだけど、もっと語ろう。ACV のミサイルトースター肩好き。なぜ大きくて武器もブースターも仕込んであるゲステンストマーク3の名が上がらないのかしら。強加速で突っ込んでベアリング弾と杭を打ち込むことにのみ特化したヤバいやっこ。テクノロジー的にはそんなに特出したことないのに、この機体に関してはなぜか特別危険な気がするよな。両肩キャノンもいいよな。むしろ肩のシャッターの中にキャノンを内蔵。ハッタリが効いてるくらいの方が強そうには見えるのよ。何でも尖らせた時代があった。ネオじゃない方のグランゾンの肩めっちゃ好き。角の生え方がかっこいい。グレンセイテン八極式の右肩についてる、特に使うこともないとげ好き。二式グレン化粧式と徐々にアシンメトリーになってきたけど、こいつだけ際立って右肩が尖っているのが良き。パトレイバーの両肩にパトランプというナイスデザイン。イングラムって何気にそういうデザインの元祖だったのかな。勇者シリーズ始まる前だし。そしてジェイデッカーに受け継がれた勇者系みたいな昔のアニメにありがちな構造的に肩が動かせないデザインもいい。そういうのを大張りはごまかすのうまいよな。ハイバードはここが振り上げる以上によくわかんなくなるポーズでもかっこいい。なんで胸に巨大な羽つけたがるんだ。かっこいいからだ。ガオガイガーのバカ正直な新幹線肩、合体トイでこのぶち抜き構造と可動域をどうやって両立するのか毎回楽しみ。銀の翼に望みを乗せてと言葉通りの肩のマイトガイン。肩から鉄球のボルトガンダム。ヘイロンフラッグ、お前らシャイニングガンダムの肩走行展開ギミックを差し置いて何を。アニメじゃないガムシャボットマルのジンバオリが展開してハイパーモードになるのは感心した。肩に個性をつけた初めてのロボってライディーンで合ってる。どうだろう、鉄人28号の段階で結構個性的だと思うけど。鉄人も FX はごつくなったの。斜め横が多いけど真上に出っ張ってるのもいいよね。わかる、ガンバスターかっこいい。イデオンだな、こいつの超怒り型好き。イデの肩に頭を収納するパターンは発明だったね。
それまでの変形ロボは大抵胴体に収納だったこともあってあまり無理を感じさせないデザインができたとデザイナーの樋口さんも言っていたし、なお形態によって形状が変わるのはご愛嬌。究極、むしろ型しかない。バイアラン、腕なんて飾りです。今度出るアルファジールプラも肩まで部分で 44,000円、 HG サイズらしいけど高すぎ。